そこが問題。ミッドでもいい人この町がどうなったした。
しだらけ。そりゃそうだろうな。それにしてもこの設備、整備場というより兵器工場だ。先輩、今度はしくじらないでくれ。じいじの命もかかってる。了解。接触した社員の名を言え。はい、確かハイデッカ。ふざけるな。もう一度聞くぞ。分かった、ちゃんと答える。ルーファウスだ。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はジージェン。陽動作戦だね、いいじゃん。でも目立つのはこの私。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。聞いてくれました。ある時は美少女忍者、ある時は凄腕マテリアハンター。果たしてその正体は。一輪の花、ユピちゃんだよ。おお、ただのガキだ、気にするな。ああ。誰がガキだ。うわうわうわ。なんだ貴様ら。ウタイ、敵と遭遇、応援を要請する。うそ。Yeah.
忍びの底力だな。うん。ありがとう。助かった。うん。わっはっはっは。どんなもんだ。早速だけど、これ。うん。死んだビルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアが。究極マテリアがあるとすれば、そのどこかだろう。分かった。さあ、急いだ方がいい。シンラが何か大きな作戦を実行に移すらしい。七番街を破壊し尽くすなんて噂もある。なんであれ巻き込まれないように、急いだ方がいい。うん。俺は仲間に知らせに行く。成功を祈る。また会おう。今度は俺がおごるよ。ウータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。お、あ、7番街の噂、ウンパにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長いは無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。おっしゃのチラシを廃工場に隠そうとして襲われたんだ。お嬢さんも廃工場には近づくんじゃないぞ。どこにいるんだい、マイフレンド。変な人がいる。ナヨたち、ちゃんと逃げたよね。今は人の心配より自分の心配。アバランチはウータイの訓練だ。結局爆発した。お前にはスラムの食べ物が。再開するって言ってるけど。先輩、やり残したことはないか。もう後戻りはできないぞ。よし、じゃあ行きますか。鉄道は5番マコーロの事故を受け、本数を減らして運行しております。また、5番街スラム駅には停車いたしませんので、あらかじめご了承ください。分派のせいで列車の本数が減ってるんだ。次のを逃したらしばらく上は行けない。無理したら乗った方がいいぞ。いってらっしゃい。慌ただしくてごめんね。突入！ごめん。
じ悪い。陽能が？立っていたら大丈夫のはずなんだけど。笑うな。メルフィーも乗り物には弱かった。船、チョコボ、列車も多分ダメだな。メルフィーって妹だ。二人で一緒に五道様に指示していたんだ。俺より才能があった。あった。平成の年だ。神羅の自走式兵器が暴走して、それを止めようと。これは復讐なんだ。でも私は妹じゃない。進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくくりたまえ。先は地下、兵器開発。誰参ります？ドアが閉まります。ダーク、とんだとばっちりね。ウータイも姑息よね。アバランチなんかと手を組んでこそこそ攻撃してくる。大臣は誇り高いと聞いていたけど、それは昔の話みたいね。今のウータイさんは神羅にたかる虫みたいなものよ。ねえ、あなたたちもそうは思わない？思います。そうですね。新しい兵器の実験台になってもらうわ。
絶好のチャンスだったのに。あの女は兵器開発部門のスカーレット、メルフィーを殺した兵器を作った情報に。落ち着いて、サナ。落ち着こう。私たち何しに来た？先輩、すまない。いいよ、ムカつくのは私も同じ。究極マテリアのとこまで案内させればよかったよ。どこに案内する気だ？言ってやろうじゃないの。マテリア研究フロアだよね。待ってろ、マテリアちゃん。